ジャパンフットボーールリーグ第6節ベルスパ大分との対戦1勝4敗15位で迎えたこの試合今だホーム無得点の流れを止める勝利をつかみ取ることができるのでしょうか奈良クラブのフォーメーションは前節と同じ3 5 2 1 4番村瀬が開幕戦以来のスタメン復帰となりました対するベルスパ大分は4 5 1昨シーズン奈良クラブで活躍した29番藤本選手もスタメンに名を連ねました 平成最後のホームゲーム応援してくださる多くのサポーターの皆様にも勝利を見せたい奈良クラブ開始5分でしたスタメン復帰した村瀬が相手の意表を突くこのロングパスに藤井が抜け出すも相手ゴールキーパーに阻まれてしまいます16分再び村瀬から藤井へとつなぎ右サイドから縦にドリブル突破 クロス菅野が合わせるもこれはキーパー真正面ゴールが遠いならクラブ前半6本のシュートを放つも得点につなげることができず0対0で後半戦へ後半に入っても攻撃の勢いは止まりません8分右サイドで藤井の突破からクロスしかし相手ディフェンダーに阻まれてしまいます 15分相手コーナーキックからペナルティーエリア内でヘディングシュートを浴びるもゴールキーパー藤吉快次郎が冷静に対応します後半33分途中交代で入った山田がワンツーで抜け出すと低いクロスにユーバーゴール前の混戦向かいが粘りますその後加藤から宇津木のシュートしかしこれも決めることができません その後相手にペースを握られるもゴールを許しませんこの場面では中村が体を投げ出すさらに右サイドを崩されたこのシーンではクロスに山田がなんとか足を出してクリア負けたくない気持ちがプレーに現れます何とか勝利を勝ち取りたい奈良クラブ試合終了間際右サイドのクロスも合わせることができず さらに中央から向かいが抜け出した最後のビッグチャンスこれも合わせることができずここで試合終了終始ゲームを支配し最後の最後までゴールに迫るも得点を挙げられず0対0のスコアレスドローとなりました先週試合の内周に、えー、J リーグのチームと レレベルの高いチチーームとトレーニングマッチをしましまたそれから今週1週間うん攻撃の面で点を取るための、えー、バリエーションを増やすそれからこのところのフィニッシュの精度を上げていくというような練習をしました、えー、ですが今日は、えー、欲しかった勝ち点3が取れずに、えー、勝ち点1になってしまったところは、えー、非常に残念です反対にいいところがいくつかありました、えー 失点ゼロで終えたゲーム、初めてのゲームです。そういう意味で言うと、スタートから出た選手たちが非常にギリギリの玉際のところを相手より勝ったと思いますし、相手のセットプレー、大きな選手がたくさんいました。えー、金久保祭なんかは17番の1 8 0ンチの選手に、1 7 0ンチ台の金久保が本当によくマークをついて最後まで抑えたと思っています。 えー選手たちは本当に頑張ってますあのー、僕は褒めてやりたいと思います勝ち点1は反省しますけれども、えー、褒めてやりたいと思いますただ僕らは満足せずにあ引き続き、えー、もうトレーニングしていくしかないと思ってますので勝ち点3が取れるようなあーゲームができるように、えー、次の FC 大阪戦に向けてトレーニングをまた引き続き続けていきたいと思ってます以上です 次節は5月4日第7節アウェーにて FC 大阪と対戦します首位を相手に奈良クラブの意地と誇りを見せつけろ負けられない因縁のハンナダービー勝つのは俺たちだ次回ホームゲームは5月19日日曜日第8節本来 FC との対戦3連覇を成し遂げているチームと柏公園陸上競技場にて対戦します 上位チームとの戦いが続きます。熱いご声援をよろしくお願いいたします。週末はスタジアムへ行こう